こんにちは、佐藤琴です。制作チラシを配ります。もしよかったら大丈夫ですか？ありがとうございます。佐藤琴でございます。東京都北区の区議会議員選挙に挑戦した佐藤琴さん、初当選を目指しています。今年が大変お世話になってまいりました。十条駅前に事務所を構えて6年間。お元気な赤ちゃんが生まれていいです ね本当に今のところ順調なので頑張ります。そうですかね、はい、さすがに20分30分ぐらい経ってるとだんだんちょっとお腹が苦しくなってくるので、またちょっと落ち着いたら。選挙期間はすでに臨月、出産の予定日は投開票の次の日です。いつ妊娠するかってそんなにコントロールできるものでもないですし、4年後でいいんじゃないのって言われることもやっぱりあるので、ただ私は今の子育て環境を変えないといけないっていうのをすごく強く思ってるので。大事もある、手伝って。やった。不妊治療の末に授かった2人目の子供、長女の子育てを通して少子化対策などに疑問を感じ政治家を志した佐藤さんにとって、妊婦として臨む選挙には特別な思いがある一方、不安も募ります。今回は妊娠中なので、そんなに街頭にも頻繁に立てているわけではないので、他の方法もちゃんと模索しなきゃなとは思うんですけど。今回の統一地方選挙に立候補した女性は全国で3646人と過去最多に。しかしその割合は全体のわずか 19% ほど。2025年までに国が目指す 35% の目標には遠く及んでいません。政治の世界を目指す女性に立ちふさがる壁を取り除こうと奮闘する議員もいます。大臣に、この資料を見ていただいてですね、子供らしい子供なんで、はい、ママちょっとインタビューしてるからここで遊んでて。うん、こちら。お願いします。ね、この1歳と3歳でしたからね、それが今8歳と10歳になりましたんで。参議院議員2期目の伊藤孝恵さん、2人の娘の母親です。過去の選挙では自身も苦い経験をしました。1歳を抱えて3歳の手を引いて遅刻しそうだったんで走ってたんですよね。そしたらご高齢の女性に足を引っ掛けられて、このバカ親がって言ったんですよね。公職選挙法ではまだ物事の判断がつかない未成年が選挙運動をすることを禁止しています。しかし具体的にどんな行為を禁止するかは示されておらず、手が離せない子供を持つ候補者が判断に困ることも多いのが現状です。そこで伊藤さんは子連れ選挙の基準を明確にするよう求めてきました。こうした指摘を受けて総務省は今年3月初めて見解をまとめ、選挙カーでの授乳と当選後の万歳だけは違反には当たらないと明確にしました。子供を抱いての演説が認められるかなどは場合によるとされ、曖昧な部分も残っていますが、確実に一歩を進めました。さらに伊藤さん自身も国会事務所にキッズスペースを設けたり、午後8時で活動を終える選挙戦をするなど、子供との時間と政治家としての活動を両立する旗振り役になろうと取り組んできました。未来の当たり前の選挙を作るためにね、
今全力を積み上げてるんだと思えば、これはもう大変やりがいのある仕事ですよ。周りの理解や新たな考え方が求められるママの選挙戦。ご挨拶、ご挨拶ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。妊婦の佐藤さん、今の体でできる戦い方として SNS を活用することにしました。北区の保育士の待遇改善や働き方改革を進めてほしいっていうのに対して、賛成か反対かっていう意見を聞いてるんですけど、有権者と直接政策や思いを交わします。街頭での活動と同じように声を届けることができていると手応えを感じ始めていました。そんな中、生まれました。投開票の翌日出産予定だった次女が1週間早く誕生。よかったね、お姉さんがやってくれて。おいしい。投票前の大切な5日間を病院で過ごすことになり、予定していた活動はほとんどできなくなってしまいました。しかし、皆さんぜひ明日まで投票まだできるので、佐藤ことって書きに行ってください。ぜひ一緒に北区の未来を作っていきましょう。今回本人がいない分、喋ったりとかチラシ配ったりとかで応援してあげられればなと思ってやってます。そして佐藤琴さんが今4000票出ています。おめでとうございます。これから新生児を育てながらの議員活動が始まります。ここからがスタートというか、小さい子供いながらの議会活動もどういうふうにやっていくかっていうのは、自分でもたくさん努力も必要だし工夫も必要だなと思ってるので、これから頑張らないとなという気持ちです。女性が立候補しやすい社会へ、これまでとは違った戦い方でママたちは政治に挑戦し続けます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は